反撃能力を保有決定で岸田政権はもしかしたら後々評価されるかもしれません。教科書には載るでしょうね。そして反撃能力をめぐって立憲民主党が左右問わず批判されています。 皆さん、こんにちは、ハンニャです。本日は2022年12月21日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、ああ、立憲はやっぱり万年野党だね、ということになります。この動画では、岸田政権がぶち上げた反撃能力で混乱する、いや、国民を混乱させる立憲民主党の発言を眺めておきたいと思いますので、最後までお楽しみください。では、今回の目次はこちらです。 で、軽く流れを確認しておきますと、今回岸田内閣が日本も反撃能力を持とうぜってことを決定したんですね。以前から政府見解としては、他に手段がない時には選手防衛として敵国のミサイル基地とかを攻撃してもいいよね。やられっぱなしていいってことはないよね。ということは維持していたんですよ。 しかし、実際にその能力を日本は持たないでいたわけですね。それを今回の岸田内閣では、相手からミサイルとか撃たれても、全部それを撃ち落とすとかは無理。だから、相手のミサイルの発射そのものを潰すために、相手のミサイル発射台とかを破壊する能力は、国防上大事だよね。 そしてそのような力があれば結果として抑止効果もあるよねということで反撃能力という言葉を定義し反撃能力を持つことを閣議決定したんですねただ相手国に届くミサイルなどを配備するということでしかも相手が日本を狙おうとしている状況において攻撃し得ることになるので国際法上違法な先制攻撃の危険があるということが問題とされています また前回動画で辻元清美氏の盲言を紹介しましたが、国会の審議を経ずに勝手に政府が決めた。相手国を挑発することになる。原発がある日本は撃たれたら終わりだ。大事なのは外交だ。って辻元氏はこの件について吠えています。 まあ、詳しくは前回動画を見てほしいのですが、勝手に政府が決めたうんぬんはただの難癖であって、世論を誘導しようとしているだけと思えてしまいますし、また、他国と同じことができるようになったことが、挑発ってどういうことやねんと思いますよね。それに今回話題になっている国は、メインは中国ですが、中国も原発どれくらいあるねんって話で、日本が原発を狙われるなら、日本も原発を狙えるわけで。 まあですから辻本さんの発言が本気だったら、これはかなり信頼できない人だろうという気はするんですよね。そして立憲がついにこの反撃能力について一定の結論を出したのですが、えっと、混乱しますよ。各社反撃能力について立憲が賛同できないという方針を発表したとか、部分的には認めてるとか、いろんなことを書いてる。<laughs> 新聞を読んでるだけじゃわからん。 そこで実際に立憲の公式発表でも見ておきましょう。責任者はネクスト外務安全保障大臣の現場孝一郎議員ですね。まああらかじめ言っておきますが、以前も批判しましたが、NEXT キャビネットを発表する際の問題点として、実際に組閣するときとメンバーが違いうるんですよね。 野党時代は当然人間も少ないですが、政権交代できるならメンバーも増えますから人材が豊富。だからこそ枝野氏は、ネクストキャビネット発表をやめたのに泉代表はやっちゃった。そして防衛大臣を単独で置かなかったから炎上しましたよね。まあその段階で立憲の防衛戦略はポンコツの可能性が否定できないのですが、まあ愚痴らずに公式発表を見ておきましょうか。 こちらは立憲公式ホームページの12月20日の発表ですね。以下一文用です。反撃能力については、自公合意に基づく政府の反撃能力には賛同できないとして、他国領域内への打撃力については、必要性合理性、選手防衛に適合するかについて今後、政府から詳細な説明を聞いた上、国会の中で我々が政府を正していかなければならないと述べました。以上ですね。 まあここだけを見るとどうも反撃能力は否定しているような気もするのですがしかし他国領域内への打撃力自体を否定しておらずそれは反撃能力じゃねと思うんですがねあとここでやはり分かりましたね辻元清美氏が政府が勝手に決めた国会を無視しているみたいなことを言ってましたが国会での審議は今からですよ辻元さん印象操作お疲れ様です で、やはりちょっとわかりにくいので、立憲のもっと詳しい公式発表を見ておきましょう。すなわち、外交安全保障戦略の方向性という文章ですね。その中にこのような説明があります。以下、一文用です。我が党は政府与党が容認したスタンドオフ防衛能力等による反撃能力については、以下の懸念を持っている。 1. 1政府見解では我が国に対する攻撃の着手があれば、先制攻撃に当たらないとされているが、正確な着手判断は現実的には困難であり、先制攻撃となるリスクは大きい。2. 損立危機事態においても、我が国による相手国領域内への攻撃を否定していない。3. 反撃能力の行使は専守防衛の枠内と述べているが、その対応が日米防衛の盾と矛盾の関係を変えるものであれば、 防衛を逸脱するる可能性がある我が国は日米同盟の基本的役割分担は維持し自衛隊の装備体系及び運用は必要最小限度でなければならない。以上のことから事故を合意に基づく政府の反撃能力には賛同できない。一方で我が党は厳しい安全保障環境の中国民の生命財産を守り抜くために 時代の変化に対応した質の高い防衛力の整備は着実に行わなければならないと考えている。我が国、当処部などへの軍事的侵攻を抑止し、排除するためのミサイルの長射低下など、ミサイル能力の向上は必要である。しかし、他国領域へのミサイル打撃力の保有については、それが政策的な必要性と合理性を満たし、憲法に基づく選手防衛と適合するものでなければならない。 防衛政策の転換にあたっては、政府からこれらを含めた詳細な説明と、国会での徹底した審議が必要不可欠である。立憲民主党は責任政党として、国会での議論をリードしていく。以上ですね。うん。よくわからん。結局、政府の考えには反対するけど、他国領域へのミサイル打撃力の保有は、条件付きで認めるって言ってるわけで、いや、政府案もう条件付きじゃん。 そして立憲案も結局ミサイルだけ威力を持てば先制攻撃のリスクはあるわけで。うーん、やはり日本にミサイルなどが着弾してからやっと反撃できると考えてるのかなでもそれで果たして国民の生命財産を守り抜くと言えるのかな結局、まあある意味当たり前のことだけど、現段階では政府案についてよくわからないことがあるから賛成はできないとは言ってそう。 しかしながら反撃能力に関して装備などを備えること自体を否定しているわけでもなさそうなんだよな。まあだからこそメディアによっては反撃能力を否定しているとか一部認めているとか出ているわけで。まあ反撃能力保有を立憲が一部認めているっていうと私もどっかの誰かに怒られるので気をつけないと。あちなみに時事トコム1 2月20日の記事によりますと 取りまとめに当たった現場光一郎元外務大臣は記者団に、選手防衛に適合すれば認めていくし、そうでなければ認めない。必ずしも否定しているものではないと説明したとありますね。したがって、時事 .com の記事を考えれば、これって政府案とさほど変わらないと思うんだよな。政府案がその宣言通り実行されるかどうかが心配だって言ってるだけでは で、結局、反撃能力問題についても、立憲の様々な議員、まあ共産党もそうですが、中身について、ちゃんと正面から見ることなく、ただ批判のための批判になっているような気がしますね。先ほどから取り上げているように、立憲も反撃能力に結局反対なのかどうかといえばよくわからん。私には政府は信用できないから宣言通りできないだろうくらいのクレームに見えますしね。それに今回発表された文書では、政府は、 第一は外交って言ってるのに辻本さんは外交がまず大事だって批判している。いやいや、外交を重視してるって。まあ、なかなか元の文章とか私も含めて見ませんからね。一部の人の騒いでる様子に流されてしまうのかもしれませんが、少なくとも私は立憲が防衛についてどこまで真剣に考えてるのか、立憲議員がすぐに目立とうとしてるのではと懸念しますけどね。 まあそもそも立憲はネクストキャビネットを無理やり作ったネクストキャビネットで防衛大臣すら置いてませんし、様々な議員のね騒いでることなんかを見ていると、中国は日本に対して経済的なことを考えたら攻撃するわけはないとかね、北朝鮮が核を持っているのは別に本当に他国を攻撃するためじゃなくて、 体制維持のためだとかね、どっかの誰か言ってましたけども、もしくは台湾有事なんかは起こり得ないとかね、立憲の議員さんが言ってるのを見たりもしてますけども、私からすると、私も以前はそうでしたけども、かなり楽観的な態度をとっているだけで、万が一のことが起こった場合のことなんかを全然考えてない。 そしてそういうことが起こった場合には、政府の外交の失敗だ。それだけ騒いでそうなね。そんな気もするんで、立憲民主党には責任ある立場には立ってもらえないな。そんな風に確信したんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、コメント欄で教えてください。では、チャンネル登録、高評価もお願いします。またね、クリスマスにはライブもしていますので、そちらの方のチェックもお願いします。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。